アルトゥル・ギースル・フォン・イース・リンゲンは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人、騎兵大将、男爵、クラクフ出身。父は、国家憲兵総監。1875年、テレジア士官学校を卒業し、第二隆騎兵連隊に配属。1883年11月から第25、不評師団本部に勤務。1887年4月から、 ルドルフ大公の自重部官となり、大公の側近となった。1891年から皇帝の自重部官。1892年からレンブルクの騎兵師団本部に勤務。1898年6月、軍事省情報局長に任命。1903年4月から大1不評旅団長。1904年1月からテレジア士官学校長。 1910年4月から第29府表紙団長。1912年10月、第8軍団長。1912年、ギースリンゲンが情報局長に抜擢したアルフレート・レドル大佐が、ロシア帝国のスパイであることが発覚し、ギースリンゲンもこのスキャンダルに巻き込まれた。フランツ・フェルディナント大公は、ギースリンゲンの罷免を要求し、取り調べすら始まったが、 フランツヨーゼフ一世がこれを却下した。第一次世界大戦勃発とともに、第八軍団は、エル・フランク将軍の第五軍の指揮下に入り、セルビア王国に対して行動した。第八軍団には、第九不評師団、第二十一在京師団が存在した。当初の構成において、第八軍団は大損害を被り、第二十一師団は事実上壊滅した。 二次構成も失敗に終わり、ギースリンゲンは、書位編集と言えると交代させられた。ここで再びレドル事件が蒸し返され、ギースリンゲンは、予備役に編入された。1919年1月1日、退役。1928年から、テレジア士官学校の卒業生からなる、アルトノイシュタット教会の総裁。ありがとうございます。